今回はチムチムトレーンについて喋りたいと思います。チムチムトレーンってなんじゃいっていう声が聞こえてきそうですが、まあ、チムチムチェリーを吹くコルトレーンってことですね。これはカルテットプレイズというアルバムで演奏されているんですけど、コルトレーンがですね、あれ、チム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 に私は煙突掃除屋さんを 真剣な顔してて吹いてるんですねいや真剣な顔で吹いていたかどうか分かりませんけど、おそらく真剣な顔に違いないと思うんですよね。マイ・フェイバリットシングズの2番戦時というか、マイ・フェバに飽きて今度はチムチム・チェリーに手を出したかって、まあ私は最初思ったんですね。まあ実際そうなんですけどね、まあコルトレーンが確立した一つの演奏法でこうライブであの映える 白熱させる一つの手法じゃないですか。三拍子系の曲にソプラノサックスうねうね盛り上がり、長尺演奏盛り上がるぞと。まるで魔術師あるいは蛇使いの笛のようなソプラノサックスで熱く熱く長時間演奏盛り上がるぜっていう手法がマイフェバリットシングスでね、あの、確立されて、まあ、コルトレーンもその手法が気に入っていたんでしょうね。だから、 インパルスでもインパルスというです、ね、レーベルでもしかしたらマイフェイバリットを今度はアトランティックっていうあのレーベルで最初録音したんですけどねマイフェイバリットシングスでステージで何回も何回も演奏してどん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 バージョンアップを重ねるようになってそれでおそらくはアトランティックレーベルで最初に録音したマイフェイバリットシングスとは 全然違うパワーアップしたマイフェイバリットシングスを今度は別なレーベルで成長後のマイフェイバっていうのを多分録音しようと思ったのかどうかはわかりませんけれどもまあきっとチムチムチェリーをやっているということはそういうことなのでしょうところがですねマイフェイバリットシングスは録音不可だったわけですよまあどういうことかというとですねあのアトランティックレーベルとの契約でですね 同じ曲を、つまり、うちのレーベルで録音した曲を、つまり、マイァリットシングズが当てはまりますよね。えー、5年間は、他のレベル、レコード会社で録音しちゃいけないよという契約があったわけですよ。なので、あの、まあ、ギリギリっちゃギリギリかもしれませんけれども、この、 カルテットプレイズが録音されたのが1965年の2月なんですね。じゃあ、アトランティックで、えー、に録音した My Favorite Things はいつなのかというとですね、ちょっと待ってください。今ね、<laughs> パラパラと調べてる。1960年なんですけど、日付忘れた。えー、10月だ。1960年の 10月21日なわけですよ。だから、ちょっと、早かったねーって感じなんですあと8ヶ月待てば吹き込めたかもしれないんですけれども、あ、1 9 6 0年、あー、ちむちむちやでごめんなさい、録音したのは1965年の5月なんですよ。で、マイフェイバリットシングスをアトランティックに録音した1960年の10月なんですよ。あと5ヶ月待てばですね、<laughs> マイフェイバリットシングス <laughs> 吹き込めたんですけれども、 まあ、そんなことも言ってられない。もう、コルトレンやろうと思ったらすぐにやっちゃう男なのだって勝手に思ってますけれどもね。まあ、割とせっかちさんじゃないですか、コルトレンって。<laughs> だから、あのー、違う曲で吹き込んだわけですね。それがチムチムチェリーなわけですよ。ね、あと1960年、だから、あと1965年の10月の22日に吹き込めば、前、まあ、バリトシングズもインパルスで録音できたんですけどね。まあ、もちろんライブは別ですよ。 だけど、スタジオで吹き込んじゃいけないって。まあ、ライブで吹き込むというよりは、ライブで演奏してももちろんいいしで、その演奏をもし録音していたらそれを発表してもいいわけですけれども、まあ、だからあのセルフレスネスとかインパルスから出てるわけじゃないですか。だけど、あれなんですよね。スタジオレコーディングだとダメなんで、だから別に、 選んだのが、あの、私は煙突掃除屋さんなんですよ、マイヘバリットスイングズの代わりに。まあ、コルトレーンとしても、もしかしたら、あの毎晩毎晩、タラッパッパーラっていうのを拭くのを、もう、だんだんなんかマンネリ化してきて、飽きてきて、ルーティン化してきて、そろそろ、 あのこの3拍子でポロラララポロロローロロ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 ロってやるのはいいけれどもテーマはんか違うのねかななんて思ってもしかしたら探していたのかもしれませんねそこで出会ったのは煙突掃除屋さんってなんかコルトレンがあの顔であの低い声で「私は煙突」ってあ日本語では歌わないと思いますけどもしあの歌ってたら怖いわなんて思いますけどまあ煙突掃除屋さんをその 3拍子で熱く燃え上がるそして充実したコルトレン・カルテットのですね演奏の題材として選ばれてで、ね、録音したのがこの「カルテット・プレイズ」というアルバムなんですねであのマッコイ・タイナーがピアノでジミー・ギャリソンがベースでですねでも1曲だけねあのアート・デイビスがベース弾いているのもありますよあのこれは1965年の チムチムシェリーが吹き込まれる、まあ、3ヶ月前の、ね、2月18日にネイチャーボーイが吹き込まれているんですがこの時のベースが確か2ベースだったんですよジミー・ギャリソンプラスこの曲だけアート・デイビスも加わっているとでドラムスがエルビン・ジョーンズなわけですね黄金のカルテットですよもういわゆるコルトレーンのレギュラーカルテットプラス曲によってはアート・デイビスが1回 1> 1曲だけ参加という感じですねだから、まあ、割とね、ネイチャーボーイ、このアルバムネイチャーボーイがいいよって言っている人も何人かは会ったことがありますけれどもね、まあ、あの、まあ、目玉曲が2曲も、まあ、要は入ってるということなのでしょう。私はブラジリアとか地味に好きだったりもしますけれどもね。で、まあ、このカルテットプレーズはね、何がいいのかってもう一ついいのがジャケットなんですよね。 いやお前だけだろって言われるかもしれません。このコルトレンの横顔というよりは、このテナーサックスのこのネックが非常に美しいと思れませんかこのカーブが。すごくなんか。 いい感じなんですよ、ね、このいわゆる <laughs> ごめんなさいこのマウスピースコルトレがくえている部分をマウスピースで、ね、でこの黒い部分これラバーのマウスピースです、ね、から接続されているクニーンとこうか微妙に絶妙なカーブを描いているのがこうネックと言われている部分なんですけれどもなんかね美しいと思いませんかって感じは私だけなのかな。 昔ねよくねこうアルトサックスとテナーサックスの区別がつかなかった時代私はあの見た感じ外見でほら実際本物を見たらその大きさですぐテナーとアルトの区別つきますけれども例えばこう写真に写ってたりとかもするとあのテナーとアルトの違いってはっきりパッと見よくわかんなかった時があったんですねでそしたら あのーまあ、サックスやってるやつがいやいやさすがテナーのやつだなと思ったんですけどこうネックのカーブがあやっぱクイッてなってるのがテナーじゃんなんていわでも全然違うわと思ってねでこれを見たあとアルドサックスを見るとあのアルドサックスの場合はカーブしてないわけですよねクイッてちょっと何度ぐらいだろうね,あれね100度ぐらい90度だと直角だけどもっと。 なだらかな鈍角で曲がってるんですよ。110度ぐらい、ちょっとわかんないけど、90度よりちょっと100度ぐらいなのかな、その割と簡素な感じで、クイッて感じでカーブしてなくて曲がってるって感じで、ね、直線が。 折れててるっていう感じなんですねアルトサックスだからあのライブインジャパンってあるじゃないですかコルトレーンのライブアルバムでそれでいくつかバリエーションがあるんですけど私が持ってる CD のジャケットはコルトレーンがアルトサックスを持っているんですねでなんで分かったのかっていうあ黒と白であんまり輪郭がそんなにはっきりした感じのジャケットの絵というか写真を加工したものじゃないんですけど クイッて、このストレートにまっすぐな感じで曲がってるんですよね。カーブしてない曲がり方なんですよ。ああ、だから、じゃあ、だからこれが有名な、ヤマハが、コルトレンが LINE したときにプレゼントしたサックスなんだななんて思ったりもしましたけれどもね。だから、まあ、アルトサックスとね、こう、テナーサックスの区別っていうのは、見た目では、私はここで区別してますよね。まあ、とにかくこのネックのカーブの美しいこと、美しいこと、 <laughs> そんなこと言ってのの俺だけかな変態なのかななな変態本当私こういうなんか形に見られちゃうとずっと見続けちゃったりするんですよねだから楽器なんかも好きな楽器はなんか演奏できない楽器でもなんかずっと見ちゃったりすることありますよねこのバイオリンとかでも弾けないくせになんかこう下倉バイオリンとか言ってなんかずっと陳列されている。 こうガラス棚のショーケースにある、ね、バイオリン眺めちゃったりとかねこの首でいいよね、なんて、なんか、俺が言うと変態オヤジみたいだね。まあ、<laughs> でも、割とそういう目線で見ちゃってるのかもしれないね。わかんないけどね。まあ、だから、ウッドベースなんかでもね、やっぱりここの F ホールとその F ホールの外側のちょっと凹んだちょっと絞ったところとかが割と好きだったりもするんですけれども、これはやっぱり、 あの生物的な本能が呼び起こす何かあれなんでしょうかねこういいなと思う心なんでしょうかね分かりませんけどもねまあそれはどうでもいいんですけどそれと同じような理由でコルトレーンのこの横顔の吹いてる横顔のテナーサックスの熱 がこうアップになってるブイーンってカーブしてる。なんか、ダイがうねってるような、で、ヘビは嫌いだけどね。なんかこう、ニューンっていう、こう、悠々としたこのカーブが、とても美しいアルバムだと思いまして。最初、コルトレーンが、うわー、チームチームチーム、チームチームチェリーって吹いてるわーって最初ずっこけたんですけど、でもね、これテーマだけで、あとは、もう、 結構白熱の三拍子コルトレンジャズですよ。もうかっこいいとか熱いですよ。やっぱりね、マイフェバリット・シングスで鍛えたこのメンバーたちのこの三拍子心というか三拍子エネルギッシュパワー放出演奏はね、なかなかのものだと思いますので、まあ、未調の方はぜひ聴いていただければと思います。 できればジャケットを見ながら、この絶妙にカーブしたっていうのがうるさいよって感じで、さっきは何回も何回も同じこと言って。で、このカーブしたねネックの上にうまい具合にこの文字がね、乗っかるような感じのこのタイボグラフィーもいいですよね。 これだカルテットプレイズはもし仮にですね、内容いや、やっぱりチムチムチェリーよりはやっぱりマイフェイバリットシングスでしょ、なんかあんまり俺これ、子供好きじゃないなっていう方ももしかしたら出てくるかもしれませんけど、だけどジャケットはいきっといいと思うのでそういう、そういう感想を抱かれている方はですね、ジャケットを見ながらですね、あの <laughs> あごめんなさい。 聞いていただけると、なんかもっと、愛着を感じるのではないかと、思うんですね特にジャケットょっと、ちっきはネックのカーブの上にこうセンターに合わせて文字が配列されてっのがなっかいいっって言ったけど下も見てください下にでもねこのインパルスの丸いロゴがですね絶妙なこの,カーブのです、ね、ちょっと、ですねちょっと、いい位置にですねこの空白ちょ置にちょこんと、っと、収まってるんですよ。でよと、見ると、上の あのザ・ジョン・コルトレン・カルテット・プレーズ「チムチム・チェリー」とかいろいろこうオーブンがセンターに配置されてるじゃないですかそれと合わせたセンター配置になっているというなんか絶妙な、ね、このネックも美しいし文字とロゴの配列バランスも非常にバランスのとれた素晴らしいです、ね、ジャケットになっていますのでこれは何気にジャケット名盤なんじゃないかなと私は思いました。 ということでなん、なんだか音楽の話してんだから、ジャケットの話してるんだから、なんか首での話してるんだか、ら、ちょっとよくわかんない話になりましたけど、まあ、コルトレーンのおすすめアルバムの1枚であることには変わりありませんので、えー、ぜひカルテットプレイズもめでてください。ということで、まだまだ続きます。また続きの動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。